足守り、シャコ長なんやろ。シャコ長はオリジナルで作っちゃってます、はい、寄せ集めてこれまだ下がるぐらい。いや、もうこれで限界ですね。完全に今シャコ長に乗っかってる状態で。で、エアカップ。エアカップで。これは何のエアカップ？は、これあの、これもオリジナルっていうか、え、そんなの？あの、口差しのお団子のやつがあって、あ、ショップさんかなんかで、ショップさんかなんかのオリジナル。ショップさんで売ってて、それ買って。でもだいぶエスケープできますもんね。そうですね、10センチぐらい上がるんですか？多分8センチぐらい。8センチぐらい。へえ。またこれリムが深いですね。一応 R サイズの。あ、じゃあ重みそう。9.50 ってもそうですね。まあフロントは割れちゃったんで 9J のリムに変えちゃったんですけど、ディスクだけ GTR も使って。ああ。後ろも GTR。10.5 のプラス20っていうぐらいの。そうですね。でもこれあれなんですか、限定ので。はい。フェニックスパワーっていうところで昔売ってて、はいはいはい、10.5 のプラ5ってやつがあって。あ、じゃあ本当。それをワンオフサイズだ。そうですね。それの当時10本限定で売ってたんで、それを買って。福井のショップ。そうそうそう、福井の、はい、知ってますよ。 GTR のなんかハイパワーチューニング系の、はいはい、うん、じゃあ3号に走ってるようなやつですか、ね、そうそうそう、3号だとぴったりなんですけど、風雅だと全然出っ張っちゃってってやつで、アームを、そうですね、アームで無理くり同じ仕込んでセルシウム入んないんですよ、やっぱ。そう、結局4点買えないと入んなくてはいはいはい、泥沼化しながらなんとか仕上げて、ね、自分は本当バネだけなんですけど、はい、あとアッパーまでやんないと全然9度ぐらいついちゃって、はいはいはい、何を？なんか安いやつです。あの激安魔王とかで売ってるやつ。あ、そんなのあるの？マフラーは 何？マフラーは 4.5 リッター用の純正で。あ、純正なんだ、はい、じゃあ音は静かな。音は静かですね。中間抜いてるんで。あ、音はする、うん、音は多少は出ますね。だから低さだけは譲れないと。そう、低さだけ、はい、太鼓変えちゃうとあの粉々になっちゃうんで、太鼓が。あ、いやギャップがいいですね。中は、ね、中ノーマルな。あ、本当、あれでも色がなんか、これ黒ですか？あ、ブラックですね。黒の革じゃないとこういう、あ、なんかハーフレザーみたいな標準が。あ、うん、ハーフレザー狙いだったんですか、元々？このハーフレザーを狙ってたんですか？これは買えなかったからですね。本当はオプションで革入れたかったんですけど、買えないんでこの仕様で。革以外はね、フルオープンにしたんですけど、あ、うん、ウッドもね入ってますね。そうですね、ウッドもこれはオプションなんですか？これは標準で中期型から本木目仕様になってて、本木なんだ、うん、そうなんですよね。でここもあれですね。そうですね、ここもそうね、本ハーフになってるんですね。ハーフでレザーって、そう、レザーを選べばここもレザー仕様になるんですけど、まあそのタイミングですからね、は、あの頃は買えなかったですね。え、何年ぐらい乗られてるんですか？これ15年ですね。あ、じゃあ当時はもう高くて買えなかったです。今もさらに買えないですけど。高いですよね。高いです。高いですよね。距離どのくらい乗られてるんですか？今8万。普段乗ってない？3000ぐらい。そう、普段乗ってないです。何にも変わってないです、うん、ドリンクホルダーとあの入れ物があるって感じです ね、余計なものを置いてるだけで、はい、綺麗ですね。坊主がついてるんですね。あ、そうですね、これもオプションですか？付けたかったオプションシリーズで。そう、あのシリーズ化してるんです。そうそうそう、あのサイコロは違うんですよね。サイコロはあれ標準じゃないでしょ。標準じゃないですよ。あれはあのオプション。あれはオプションですね。あれ弟から確かあの新婚旅行のプレゼントで。そっちのじゃオプションですよ。あれアメリカの確かあの。アメリカのオプション。アメリカのディズニーランド限定のなんか、やつなんですよ。いや、あ、そう、珍しいですね。色がやっぱアメリカですもんね。色はそうですね、赤で。ちょっと派手めのね。そうそう、入れないと。はい、BBS のキャップに合わせて見たっていう、たまたまなんですけど。似てるチャンピオンの。そうそうそう、お土産なんでね。そう、お土産なんですよ。 あ、これいいな。これ何、あれ純正ですか？純正です。
こんな明るいんだって。あ、上だけは明るいですね。上だけ多分変えてると思うんですけど。あ、変えてますよね。下は下の純正です、はい、渋さそうです。黄色とか白にしたいですけど、しないで、しないで。あ、このあれ、ここもそうですよね。そうですね、そこは明るくしましたね。あの、あ、ちょっと分かんない、 LED で、はい、うん、でもちょっとあのオレンジ色、そうですね、オレンジと電球色です。